どうもこんにちは、くもえむです。本日はここ脳神経科学研究センターにやってまいりました。ここでは一体どんな研究がされているのでしょうか。またどんな研究者がどんな思いで研究をされているのか伺っていこうと思います。それでは行きましょう。藤沢先生、本日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。理研 CBS の藤沢です。では早速案内をいただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。初めてここに来たんですけど、はい、本当に広い施設。そうですね。どれくらいの規模なんですか。そうですね、その CBS だけでも4つの建物からなってまして、はいはい、まあ、こちらが脳科学池の旗棟、はい、であちらにあるのが、脳科学中央棟、はい、でさらにその奥に、脳科学東棟と、はい、神経回路遺伝学棟という2つの建物があります。はい、なるほど。大きく4つの建物で、ね、そうですね、ということなんですね。はい、では一体ここにはどれくらいの研究者の方がおられるんでしょうか。そうですね、約300人の研究員とテクニカルスタッフの方が働いています。はい、なるほど。では300人の研究者、これそれぞれどんな研究をされているんですか。そうですね、まあ、やはり全員脳を研究していますね。なるほど。はい、ではもう本当にここは脳に特化したもう脳の研究者の集まり。まさにその通りです。そうなんです。はい、まあ、ただその脳といいましても遺伝学から分子生物学とか、はい、あるいは数学から心理学までさまざまな分野の知識と技術っていうのを必要とするので、なのでみんな脳について研究してるんですけど、はい、そのさまざまなバックグラウンドの人が集まって研究をしています。なるほど。脳にもいろいろあると。そうですね。はい、あ、なんか塔が。あ、そうですね、こちらが中央棟になります。はい、じゃこちらの中を案内いたしたいと思います。はい、失礼します。あ、鍵でしっかりと。はい、でこちらがラウンジになります。こっちがラウンジなんですね。はい、まあ、ここでさまざまな研究者が集まって、はい、その分野の垣根を越えていろいろなアイデアを出せるような場所となっています。なるほど。あ、こっちですね。こちらですね。はい、見えてきました。はい、わ、すごい雰囲気がいいですね。ここは研究者たちが集まっていろんなこうディスカッションとかできるスペースってことですか。まさにその通りで、まあ、新型コロナが感染する前はやはり著名な研究者たち、海外の研究者たちが来られた時などにさまざまなイベントなどを行っていましたし、まあ、もちろんそういうイベントがない時でも皆さんここに来て自由にディスカッションを行っています。なるほど。そういう、こう施設もちゃんと整っているということなんですね。そうですね。ちょっと今はコロナで残念ですけど、はい、今後収まってきたらまたここで活発にディスカッションが繋がれるということなんですね。はいはい、ではですね、先ほど少し説明いただいたんですけども、はい、こちらにはこう脳の研究がこういろんな分野があるということなんですけど、どういった分野があるんでしょうか。そうですね、実際脳科学というのはすごい広い分野からなっているんですけど、はい、まあ、CBS では特に4つの分野にカテゴリーを持って研究を行っています。はい、で1つ目は人ならでの脳を知るということ、はい、で2つ目はいろんな生物の脳から学ぶということで、はい、3番目はビッグデータから脳を読み解く、はい、で4つ目は、まあ、健やかに生きる方法を脳から考えるという、そういう4つのカテゴリーで研究を行っています。なるほど。では人、生き物、そしてビッグデータ、そして体のことを考える、この4つに分かれているということなんですね。はい、ではやっぱりこう人ならではっていうところで、はい、もう少しこう詳しく説明いただいていいですか。そうですね、やはりその人の脳っていうのがやはり一番難しいところで、はい、まあ、例えば意識とは何かとか、はい、無意識とは何かとか、そういう大きい問題を解決するにあたってやはり人の脳を知りたいということで、まあ、例えば CBS にはナノテスラの MRI という非常に精密な脳活動が取れる機械がありますので、はい、まあ、そういう装置を作りながらその人間の脳の働きについて詳細に調べています。なるほど。そういうような施設もあるということですね。はい、動物はどういうふうに。そうですね、動物はまあ主に齧歯類からゼブラフィッシュとか、あるいはマーモセットとか、さまざまな動物種を使うんですけど、はい、遺伝子組み換え技術を使って、まあ、どのような遺伝子が脳活動に関係あるかとか、あるいはそういうのを使って脳を実際に操作することもできますし、あるいは、まあ、微小な電極を配置して脳の神経活動を直接記録するというような動物でしかできないような研究を行っています。なるほど。ではこう人と生物、
が来て、あとビッグデータっていうのはどういうことになるんですか？はい、そうですね、そのように、な実験から得られたデータっていうのはやはり膨大になるので、それを詳細に解析して、またかつそういうのをベースに、数学的に脳の思考っていうのがどのようなモデルで表現できるかっていうのを理論的と解析的の両方面から進めています。なるほど。やっぱりこう実験をするだけではなくて、しっかりそれを解析していかなければいけないというところですね。はい、そうですね。はい、最後にこう体のことも考えていくということなんですけど、はい、そうですね、やはり脳の病気というのはたくさんありまして、例えばアルツハイマー病などの神経疾患とか、はい、あるいは統合失調症などの精神疾患など、さまざまな脳の難しい病気があるので、そのような病気がどのようにして病気になっていくのかっていうのを詳細に解明して、将来新しい治療の方法などを見つけることを目標にした研究などがあります。ではこうそれぞれから取られたデータっていうのはこう体の方にもこう医療にも関連していけるような、そういうようなこう4つのカテゴリーになっているということなんですね。はいはい、ではですね、こう4つのカテゴリーがあるということなんですけども、こうそれぞれこう1つずつにこう完全に独立して特化した研究者の方々がいるっていうことですか？そうですね、その脳科学4つのカテゴリーありますけど、やはりそれぞれに連関しているので、その1人の方が複数のカテゴリーをまたいで研究するということがやはり普通に行われています。なるほど。ではそれぞれにそれだけではなくて、はい、例えば人と動物両方にこう関わっているような研究者の方もたくさんおられて、でそれぞれがこう連携を取れるような形になっていると。はい、まさにその通りです。はい、ありがとうございます。では先生、こういう研究所と大学の違いっていうのはどういうところにあるんでしょうか？そうですね、やはり大学だとその学科や学部が同じだったとしても、はい、やはりその研究内容の違いとかで隣の研究室の扉を叩くっていうのは難しいことがあるかもしれないんですけど、ここはやはり脳だけに特化して研究を行っているので、そのやはりお互いのインタラクションがやりやすいというか、はい、例えば自分のデータを他の専門家に見てもらいたいっていう時にも簡単に隣の研究室に行けるっていう、そういういい点がありますね。なるほど。やっぱり大学っていうとこう本当に分野が一緒でもこういろんな研究がされてて、ね、はい、どうしても脳だけっていうところに研究してるわけじゃないんですか？はい、そうですね。あともう一つの特徴としてはやっぱり国際色が豊かでして、海外から来られた研究者の方もたくさん研究してますし、あるいは夏になるとサマープログラムというようなプログラムで海外の学生たちを呼んで一緒に研究したり授業を受けたりするということをやっているので、そういうところも研究所のいいところかもしれないです。なんか建物が見えてきましたけど。そうですね、こちらが神経回路遺伝学棟になります。あそこにまさにこの原 CBS というシンボルがありますよね。そうですね、はい、これは脳の形。そうですね、脳の形を模したシンボルですね。はい、奥にもこちらにもラウンジがあるので、はい、こちらにどうぞ。そこもすごい雰囲気がいいですね。そうですね。では先生はこの研究所でどのような研究をされているんでしょうか？私は、人間や動物がどのように時間や空間を認識しているかといった、工事の認知機能について、その神経回路メカニズムを、研究しています。例えば時間っていうのは物理的な実体がないものですけど、私たちの心っていうのは実際にこう時間を知覚することができる、それがどのような脳メカニズムによってできているのかっていうのを知りたいという研究ですね。なるほど。それはどういうふうにこう観察したりするんでしょうか？そうですね、まずネズミとかでもその実際にちゃんと時間を知覚できているかっていうのを明らかにするために、ある小さい装置で、実際にネズミさんに走ってもらって、例えば10秒走ったら右に行ったら餌がもらえる、20秒走った場合は左に行けば餌がもらえるっていうような、時間分別課題というのを覚えさせて、でそういう時にそのネズミの脳に小さい電極を設置して、で実際に神経細胞の活動を取ることで実際にそういう時間の情報を符号化しているような神経細胞があるんです。そういう研究の進め方をしています。なるほど。こうマウスとこう人間ではどういうふうにこうつなげていったりするんですか？やはりその動物と人間に比べるともう人間の方がかなり高次な認知機能を持っているんですけど、ただその実際の脳の仕組みというのはやはり哺乳類ではある程度相似性があるというか、大脳皮質とかその海馬とかいったそれぞれの部位の大雑把な回路っていうのは、ある種の近いところもあるということなので、まず研究のしやすいそのネズミで知見を集めて、それを人間では
実際にそれをどういうふうにより複雑なことができるのかっていうのを明らかにしていくという、そういう進め方でやっております。なるほど。こうやっぱりマウスとかにもこう時間的に認知がしっかりとあるというところにもちょっと驚きがあったんですけども、はい、こういろんな生き物の中で他にもそういった生き物とかも観察されてたりするんですか？そうですね、私は主にネズミを使った時間空間の認知をやってますけど、もちろん神経科学の研究ではいろいろな動物を使ってやってる研究者もいます。例えばコウモリを使って三次元的な空間認知を行ったりとか、あるいは猿とかマーモセットとかより人間に近い動物をモデルを使っている研究者たちもたくさんいます。なるほど。こう先生は先ほどのカテゴリーでいうと、こう動物に当たるということですか？そうですね、動物の脳をモデルとして、人間の認知がどのように出来上がっているのかというのを、見ていきたいという研究のサイトです。ではこう他のこう分野の方とかとのこう連携とかはあるんでしょうか？やはりその神経活動がどういうふうに認知を結びつけていくかというのは非常に難しい問題なので、例えば理論研究者とかと一緒に共同研究をしながら解析とかを進めたりしています。なるほど、はい、いろんなところとこう協力しながらこう時間的な認知をこう研究されていると、はい、いうことなんですね、はい、では藤沢先生、研究への愛をお願いいたします。はい、脳の活動をライブで見られるということですね、はい、やはりその動物がまさに何かを考えている時のその脳の活動、神経細胞の活動っていうのを実際にこのライブで見ることができるっていうのが非常に面白くて、まさにこういうふうに脳が活動して思考が出来上がっているんだっていうのをこの実感することができるっていうのが私がやってる研究の非常に魅力的なところです。例えば汝自身を知れというようなことは言われますけど、その知性とは何か、心とは何かっていう、本当に昔から哲学的に考えられてきたような根源的な問題を最新の神経科学の技術を使って解決していくことができるっていうのが研究の醍醐味です。なるほど。脳の活動をライブで見られると、まさにこう脳の活動を実際に実験して直接そのまま見られるということと、はい、そしてその汝自身を知れということで昔から言われるようなことを科学的に明らかにできるというところなんですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ではですね、先生の目標を教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、例えば人間にはそのいつどこで何をやったかっていう、そう自分の経験に関する記憶っていうのがあるんですけど、はい、それはエピソード記憶って言われるんですけど、ただそのエピソード記憶がどういうふうに脳の中で作られているかっていうのはまだ分かってないことが多いんですね。なのでその脳の中でその場所の情報、時間の情報、出来事の情報がどういうふうにこの組み合わさってエピソード記憶が形成されているのかっていうのを明らかにしていくことがその大きい目標です。エピソード記憶をこれからどん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 明らかにしていくというところです、はい、今後の研究を楽しみにしています。ありがとうございます。ではですね、最後に動画を見てくださっている若者の方々にメッセージをお願いいたします。はい、脳科学はいろいろな分野が組み合わさってできている学問でありまして、いろんなバックグラウンドを持っている人は必要としています。なので皆様が今勉強なさっているご自身の専門分野っていうのも高率で神経科学に非常に役に立つことが多いと思いますので、興味がありましたらぜひ脳科学の分野に飛び込んでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、ここの研究所にはたくさんの研究者の方々がおられると先ほどおっしゃっておられたんですけども、はい、もう何名のかの方を紹介いただけますでしょうか？はい、CBS にはだいたい40ぐらいの研究室があるんですけど、はい、今回はそれぞれの4つのカテゴリーから、1人ないし2つの研究室の紹介をさせていただきたいと思います。なるほど、4つのカテゴリーからそれぞれの研究者の方を紹介いただけるということなんですね、はいはい、それは具体的にはどんな研究者の方々を紹介いただけるんでしょうか？そうですね、まず人の研究を行っている、はい、玉木先生という方、はい、この方は睡眠の研究を行っております、はい、あといろいろな生物の脳から学ぶというカテゴリーでは下堀先生が、はい、下堀先生は脳が胎児の時からどのように大人にまで脳が成長していくかという発生神経科学の研究をなさっています。あとビッグデータから脳を読み解くという点で磯村先生を、はい、紹介させていただきます。磯村先生は脳を参考にしてこう新しい人工知能ができないかというような研究を行っています。で、あと健やかに生きる方法を脳から考える脳の病理とか精神疾患とかの研究分野で石田先生と高田先生を紹介させていただきます。ありがとうございます。ではそれぞれの先生方にこう今からお会いしてインタビューをさせていただきたいと思います。はい、石田先生、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。藤沢先生に紹介いただいた先生にどんどんインタビューしていこうと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。